潮祭は、三島由紀夫の小説、潮祭を原作に、谷口千吉が監督した1954年10月20日公開の日本映画、配給は東宝、モノクロ、スタンダード。ジャックは、夢と冒険に生きる10代の裸像を恋で彩る、海の助上師。である。原作者の三等がとても気に入っていた映画作品である。 昭和29年度のキネマ旬報ベスト10では、県外の第19位で、ドブと同位であった。三島由紀夫の小説、使用際は、複数回映画化されているが、初めて映画化された作品である。監督としてデビューして、以来、ジャコマンと鉄や、暁の脱走などのアクション映画で注目を集めていた谷口が、新たな一面を見せた。公開当時は、 聖天ものと呼ばれる過激な青春映画が流行していたが、そのような映画とは異なった作品に仕上がっている。伊勢湾の小島を舞台にした原作同様に撮影を上島で行い、三島の依頼を受けた文学者の中村慎一郎が中心となってセリフを手掛けたことで、原作の持つロマンティシズムとリリシズムが素朴に再現されている。三島はそれ以前に、 純白の夜の映画化で脚本を見せられた際、上流階級の敬語の言葉遣いなどがめちゃくちゃだったため、その部分を訂正してもらったが、出来上がった映画では、手直し前に戻っており、憤然とした経験があった。そのため、潮祭では、中村真一郎に協力を依頼し、脚本を担当してもらった。なお、映画試写会には、当時の秋人皇太子殿下もお見えになったという。 ロケ現場には、原作者の3頭も見学に行っていたが、映画公開から7年後に三島は、この映画の成功の一つは、配役の成功であったとも思われる。久保明君も、青山京子城も、実に素朴な可愛らしい主人公と、女主人公になりきっていた。そしてどちらかというと、都会風な繊細さのある久保君よりも、青山城野は、うが、一層敵役であった。 この頃彼女の健闘を聞かないのは寂しいことであるとも述べている。ありがとうございます。